時間まで行こうかったら出発します。お時間ですけど今日は広島城に向かっていくんですけど、それまでに途中に結構撮影スポットあるんで、そこの撮影スポット寄りながら行きます。最初に銀玉っていうところに行くんですけど、まあ、エロンさんが描いた絵です。めちゃうまいです。僕図工が10だったんで銀玉なんかすごい銀玉広島名物銀玉行きます銀玉行きます。そのそこ行ってで平和著作権大丈夫だよ銀玉フジテレビから何か言われた今言われたら、あの平和記念資料館や平和原爆ドームのあたりを、ね、その後広島しましょう。でなんかところどころ一応止まるんですけど、あの長時間止まると時間通り行かないんで、はい5分ってそういう感じで修学旅行スタイル長、はい、時間あります広島城はどの辺行くんですか。広島城はどの辺、まあ、僕についてきてもらえば了解です。了解ですか。こんな感じです。あとあの今日大勢で走るんで、なんか車道とかあんま広がらないようにお願いします。何か質問はありますか。朝ごはん食べた人、食べてない人、コンビニおりますんで、でもしトイレ行くときやったら言ってもらえばトイレ全部把握してるんで言ってください。写真撮るとき、なんかわからんこととか、どうやって撮ったらいいかなっていうときは、もう何でも聞いてくれたら何でもございますので、気軽にお願いします。じゃあ行きましょうか。じゃあ皆さん、僕についてください。よし。こっち。あの、僕の近くにいれば映れますから。10月17日の第2回のカメラライドです。今日は広島城に向かいます。で途中銀玉 と、平和記念資料館と原爆ドーム広島城に行くルートを通るので、結構ベストルートなんで、これから行ってみたい人はぜひ参考にしてください。今時刻が8時20分なんですけど、出発が約5分遅れたんで、銀玉到着時間8時45分は8時50分になると思います。で今回もあの全部撮ると2時間ぐらいになるんで、ところどころカットしながら撮影しようと思います。今日朝めっちゃ寒かったんで、こういう時は風鈴ジャケットがおすすめです。あれ今日カメラは？今日カメラはここに入ってました。おお。また。あれが板が。それも天井向こうにあるんですか？ここについてるでしょ。わっと動ける。上の板もだから上の板がどこか動いてる。埃が割るように見える。たまに黒いじゃん。カメ仙人みたいな。板がね、低いところの暗さにいて。朝日橋を渡ります。風強い。結構雨降ってます。で朝日橋を越えて左に入る道があるんですけど、そこ行くと銀玉までの、まあ、裏道というか早い道になるんで、それもちょっと案内します。帽子が飛びそう。日曜日降水量多いです。ここを左に行きます。これが裏道ですけど、結構左の巻き込みが多いんで気をつけてください。
今日は今日はスチームローラーでしょ。どっちかといえば。いや久しぶりにこれ乗りたかったですね。久しぶりに乗りたかった。でここをまっすぐ行くと銀玉まで、ショートカットできます。信号も少なくて自転車道があるんで、走りやすいです。何名か朝食食べてないメンバーがいるんで、ファミリーマートかどっかコンビニ寄って、ちょっと休憩したいと思います。5分休憩です。5分か。5分休憩。レジ並んだら終了するやつ。この人数。じゃあ5分休憩します。あそこの食べたんですか。あそこの食べました。学生っぽくないですね。僕真面目なんで。真面目。真面目大学生なんで。そっか、こういうお金があるんだったらちょっと節約してなんか部品買ったりするんですか。そうガソリン代に回します、ね、ガソリン代体力代ですね。みんなスタンドないじゃん。マスで言うても僕コンビニ行かないですよ。コンビニ行かない。スタンド便利。あ、便利。いいな、スタンド。ほらゼロかなんか観音感がね。ヒトゼロな期間がもう飲んだ感じ。廿日市からどうやって来たんですか。自走で来たんですか。今日は会社が商工センターなんですよ。お、じゃあ近いですね。土曜日にこれ置いといて会社に。おお。結構体力温存してきます。全然全然もう余裕ですよ。事前学習した。事前学習。この前の見ました YouTube カメラライダーの。見ました。どうでした。あれ面白かったですか。あ、いいなって感じ。いいな。おお。あれ僕撮ってますか。僕が。なかなかこういう機会がないんで。ああ。へえ。走りたいな。いつの間にか YouTube ライブやってる。あ、インスタか。インスタライブ。じゃ僕も買ってこよう。広島は川が多いんで、やっぱこういう微妙な坂が多いです。だからギア付きの自転車欲しくなるんですけど、意外とシングルスピードでも大丈夫なんで、広島は意外とシングルスピード向きかも。で線路大通りは渡って次の橋を左に行くと銀の玉に行きます。なんかいい写真撮れましたか。撮りよんすけど、どう撮れたかわからんす。見えない。そう、現像するまでわからんす。あれ、タイヤ変えたんすか。変えたんですよ。え、変えて、どうですか。硬いっすね。硬いですか。チューブ入りにしたんで、なんかでも32だと32だったらあんま変わんないですよ。あ、そうなんですか。チューブ入りもチューブ、なんかパナソニックの時に 30C にしたあれがすごい感動したんで。 あれはフレームじゃないですか。フレームなんですかね。ここを橋渡って左に行くと広島名物銀玉です。銀玉の方で言いたいだけ。お、今日は誰もいないです。で野良猫が多いです。8時43分、銀玉到着。どうですか、8時45分銀玉ですよ。めっちゃすごい。じゃあ皆さん思う存分写真撮ってください。5分間ぐらい。なんか自分が映るから嫌だっていう今声がありました。自分を消したいと。ロゴが見え。暗いっすね。こっちだ。あ、ロゴが
これフラッシュ、フラッシュ案件ですよ。あ、もっといいとこあるんで、ここよりも、ね、写真撮る。え、なんかあの川辺のあの光とかいいんですか、あの光とかね。おー、僕モノクロ。あ、モノクロ。モノクロだったら余計いいんじゃないですか、光とかそういうの。あ、でも自転車入れた方がいいじゃない、自転車こう入れて。自転車といい感じに映したいんですけど。映したい。村上さんに聞きましょう。あ、村上先生。先生。あ、やばい。失礼します。先生、あの、はい、あの光が綺麗じゃないですか。なんか自転車となんか光をいい感じに映したいんだけど、どうしたらいいかと。なるほど。東京バイクもいい写真が撮りたい。東京バイクにいいねされたい。で、インスタグラマーになりたい。結構買ってどれぐらいですか、これ。これでも5月ぐらいに買います。まだ新しい。新しい。この色あったんですかね。確かに。太陽を探して。太陽そのもの。なんか鳴ってます、なんか。カモメ、カモメが。僕のですね。カモメが鳴いてます。おお。全員が入る。ブレーキ鳴ってますね。後ろが鳴っとるんですよ。後ろはなんとなく分かりました。ちょっとこう緩めればいいんですか。硬い。これをダブルロックや緩めて、このぐらいワイヤーをもう緩い状態にしてあげれば。こんな感じです、はい、で遊び多くなりますけど、はい、これで鳴らなくなったと思います。やばい、マジコーディネートがファミットもらいました。ファミマでただでもらえるです。おー、ちょっとこの後もらいに行こう。自分の自由なんだね。確かに。僕も撮ってください。僕も。いや、違う、これ僕の自転車これ。確かにそうや、撮ります。はい、これ僕の自転車なんだこれ。ただ貸してるだけ。今どこ撮ったんですか。太陽が出る。太陽もう出ないです、行きましょう。あ、今行ったね。今出た。こう、なんか映えるんじゃないですか、これ。あ、出た出た。おお、太陽出ました、太陽出ました。これ僕普通に動画撮ってますけど、みんななんかすごい怪しい人みたいな。何してんだみたいな。太陽うまく落とす。平和記念資料館着きました。あの下に行くと水浸しに。あそこ雨降ってます。誰が行きますか。あ、結構しぶきが来る。マイナス4。マイナス4。すごい。のり塩が好きなんですか。いや、コンソメパンチが好きです。おあ、いい光、いい光、いい光です。全員同じ構図で取り出す。あー、影になってしまう。
で2枚しかない。まだ広島城まで行ってない。あと2枚しかないです。あと2枚です。何取ったんですか。チップスターっす。今日のモデルなんで。今日の被写体モデル。被写体モデル。ポートレート。雇った。雇った。買ったんだよ。買った。雇ったで買ったんだよ。西川さんが食い終わったら。食い終わったら行きましょう。間違う。間違う。プレッシャーすごい。やっぱ自転車とカメラはセンタースタンドがいいですね。確かにセンタースタンドですけどいい。これよくないいいっすよね。結構落としてます。いやもう 全自動で全自動全全自動お、シャッターダウンシャッターダウンです。俺も絞るサッカーできるフットサル行きますフットサル行くおーおーおーすいませんおーよし広島城到着しました。なんかやってます。ここは五穀神社です。その横に広島城があります。で今から、広島城の穴場スポットに向かいます。カメラライドじゃなくてカメラ普通に写真撮る人がいる。いや広島城到着しました。大丈夫か。動揺が動揺またあれよ。まあじゃあ休憩しながら写真を楽しんでください。ちょっと長すぎて一人だけルートが違う。これ向こう降りてったら正面の入り口になります。あ、こっち降りてって向こう行ったら疲れたんですね。疲れたすごいですよ。美術系の国なんかうん、ありますね。一クラスですね。すごいな、中学の時に。それで。あ、そう。いやー、ちょっと。ちょっと違う模様にしようかな。レジャーシートだけ汚れても大丈夫ですか。そうですね。ちょっとキャンプっぽく。スタンドがないんですか。スタンドがないんです。ちょっとこれセンタースタンドつけた方がいいです。センタースタンド。溶接しまいましょうか。溶接しまい。ちょっとない。落ちたら多分落ちる。落ちるやつですか。ほっ、ちょうどいいちょうどいい。おお。これ風がなかった。さっき
倒しちゃった。こっちに倒れるんだけど、向こうだったらシャッターチャンス。一応動画撮ってますんで。こっちでよかった。こっちでよかった。向こうから風来てますよ。向きに落ちるまで撮り続けますか。動画落ちるまで。ハイキング中のおばあちゃん、肘でも。ハイキング中のおばあちゃん、格好もそうです。おばショットってやつ。おばショット。いい感じです。え、それフィルムカメラじゃないですか。あ、じゃあ、もう構成のカメラです。構成東京バイブ前から撮った方がいいんじゃないですか。この前からこの光の感じが。そうですね。横からじゃないですか。細田守監督最新作、君の膵臓を舐めたい。ちょっと嫌だ。絶妙に嫌らしい。おー、倒れそうで怖い。ちょっと広いし、東京マイクちょっとお尻隠して黒口が覗くように撮るといい感じです。うわ、きつい。だいぶときつい。木入れるの。木でちょっと隠すんですよ。これを木で隠す。構図が情報量減らすって感じなんですね。もうちょっと光が欲しいですね。情報量減らすんですか。はい、僕なんか1枚の写真に情報量詰め込みすぎて。オンラインショップで経験を積みすぎた。全てが伝わらない。1枚で。広島城がメインなのにカメラ使い切りました。1枚しか撮ってない広島城。計画性って大事なんですね。いやー、やっぱ枚数フィルムらしいっす。すげえやば。買います。買います。今交換しましょう。あ、じゃあイベント価格とかないですか。もうないよね、多分。イベント価格。これ永遠に回るん。永遠に回るようになったらもう取り切った感じです。あ、まだあるんだ。じゃあ、あ、じゃあまだあるんだ。まだあるか、もう変な感じで取れるか。変な感じで取れるか、どっちか。じゃあティポで締める。締めはティポで。無駄。なんか自転車東京バイク取って現像してあげるとか。納車しました。人のチャリを俺の。あ、顔側、顔側、顔が。ちょっとトトロっぽく撮りたい。トトロっぽく。メイちゃん目線で今。ちょっとハンドルが。あー、消えた。これメイじゃない。足音ちゃう。怖い怖い。いやいや、ゴリゴリのメイちゃんおった。そんなジブリ嫌やわ。え、どうやって帰るの。自由。とりあえず蓋開けます。ここ切らなかった。あ、これ、あ、まあ、ファーストロールじゃないですか。何ですか、ファーストロールって。最初の1本ってことです。ファーストテイクみたいな。ファーストテイク。ソニーから来た。ファーストロールなんで、ここ。あ、これ今から交換の交換 交換のやり方。カットへって書いてある。カットへ。ほいで。やって、やったら開く、開くですね。あ、これで。後ろって。うえー。で。ノリがなんならやってみたいな。そう、外します。あ、こうか。はい。おお。はい。おお。が新しいフィルムこれですね。こいつを。これを取るの？あ、そこのレバー出るんで、ちょっとベテ出して、うん、で、回すとなんか爪みたいなのがあるんですよ。これですね。あ、はい、この爪にここの穴を引っ掛けて。超むずいこと言う。ちょっとむずいっす。ガンプラ作ってたら行きます。うん、こうか。でも最初こっちにセットしてから。あ、セットしてからベロベテ出してやった方がやりやすいです。それ取るんですか。なんか映えるんかなと思って。確かに映えって難しいもん。あ、あ、あ、ティポピザだ。あ、落ちろ落ちろ。あ、リアディレイラーが心配でしたけど、リアディレイラーが。
エンドが曲がったら面白いな。はい、で回してもらって1周以上回してください。結構外れやすいんで。まだまだまだ。はい、でああ これで一回閉じて、でこのレバーを一番奥にカチッと戻らなくなるところまで行きます。はい、でその状態でずっと回します。どっちに回しよったっけ。半時計回りですね。こうか。硬くなるまで回したら巻き上げ OK。 あ、全部こっちにフィルムを移動させるっていうこと。そうそうです。一回全部こっちに巻いて、そこからどんどん取りながら巻き取っていく感じなんですよ。だから取り切ったらすぐ蓋開けれる状態。ああ、頭いい。あと何枚ですか。あと12枚。おお、結構取ってる。計画性がある。計画性がある。あと何枚使っても大丈夫。12枚です。12枚。おお、12枚。12枚や。回らんくなった。そしたら OK ですか。立て OK で、このレバー戻します。で、上げたらおしまいですよ。ここで上げたら危ねえ。あ、で、これで取れるのね。これで巻き上げて取れる。おで、パチ。慣れたら30度でできます。そうでしょ。フィルムのストロボはやっぱ昼間は意味ないんですよ。モノクロですか。カラーでこれ垂れてこれ。ああ、暗いところじゃないと意味ないですね。ないですか。昼間全然映んないです。いらんかったかな。いらんかったかな。交換しますか。まさかの黒ついてない。モノクロはついてない。これがついとる気いいよって。カラーで遊ぶから。お、今ダジャレですか。カラーで遊ぶカラー。やっぱりさんがダジャレの人だ。まあ、ここで全部使い切るんです。広島しません。無駄ショットの塊だろう。コマ撮りみたいな。お、皆さん、あそこがあの写真映えスポットです。なんか黙々と撮ってますね。黙々と撮ってます。黙々と。バイスポットどうです。その東京バイク。あれで自分の自転車。おお、ま、任せます。そこでいいっすよ。そこがいいっすね。人間はいいんですか。人間、ボーションスマップみたいな。ちょっとタク取ってく。あ、シャッターチャンスです。シャッターチャンスです。あ、見てました。よくわかんない場所。よくわかんない。え、撮っておきましょうか。お願いします。え、撮っておきましょうか。これ初めて持った、これ。え、こうとかダブルピース。ちょっと待ってくださいね。逆光なんで、どうしようか。ちょっと斜めにこう、あ、それがいい、それがいいです。どうやって撮ればいいですか。またいだ方がいいんですか。あ、これでいいんだよ。そう、ポップスタイルで。ポップスタイルで。じゃあ、シャッターチャンスでーす。じゃあ、撮りまーす。はい、チーズ。あ、もう一枚。撮りまーす。はい、チーズ。はい、多分撮れてます。多分。はい、撮ります。みんなに誰ですかって言うんで。広島城終わって今から帰ってます。すごい人です。時刻は10時51分です。グランピー到着しました。風が強かったです。
あのフィルム検討できますんで。了解です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。次回は次回、次回いつやりましょうか。次回もありますんで。次回いついつがいいですか。来月、来月。来月、また来月末あたりで考えてます。じゃあのフィルム現像できるんで、あの現像お願いしたい人は僕に言ってください。とワークショップ参加したい人も失礼します。ひとまずお疲れ様でした。お疲れ様でした。